女装家でタレントのマツコ・デラックス46歳が6月17日放送の東京 MX 5時に夢中に生出演。テレビ業界では高学歴は使えない人が多いと持論を語りました。マツコ・デラックスさんの発言が話題になっています。今回はこのマツコ・デラックスさんについてググってみました。マツコ・デラックスとは本名松井貴弘、1972年10月26日生まれ、36歳、千葉県千葉市出身、身長178センチ、血液型 A 型、職業女装家タレントコラムニスト、所属事務所はナチュラルエイトです。略歴1972年10月26日千葉県千葉市生まれ。父親はサラリーマンで建築関係の会社に勤めていました。子供時代から自身が男性同性愛者ゲイであることを自覚していました。幼馴染のいとこに性的な魅力を感じた経験を告白しています。いとこで唯一の男性は芸人のシンデレラエクスプレスの松井成幸さんだけだそうです。学歴千葉県千葉市尊王小学校に入学しています。中学校も地元千葉県の千葉市立小中台中学校に進学しています。運動が好きで野球をやっていました。高校は千葉県小手橋高等学校、偏差値42に進学しています。ここで元スマップの木村拓哉さんと1年間だけ同級生でした。その後木村さんは東京都立代々木高等学校へ転校。お互いに高校時代に面識はありませんでした。高校時代には完全女装し、芝浦にあるクラブゴールドに通っていました。女装家のルーツは高校生時代みたいです。高校卒業後は大学へ進学していません。東京都品川区にある東京マックス美容専門学校に進学し卒業しています。卒業後は美容業の仕事を行っていましたが、違和感を感じていた時に同性愛者の頑張っている姿を見て奮起し、バラ族、サムソン、G メンに並ぶ芸雑誌バディの編集部に転職し、同誌の記者、編集者などを約5年間務めました。退職後、実家で引きこもっていました。編集者時代の記事を読んでいた小説家の中村うさぎさんがホストを務める対談集人生張ってますのゲストに抜擢されます。その後コラム活動を開始し、3サイズすべて180センチ、体重140キロの巨体と女装家というユニークなスタイルが受け入れられます。2000年頃からメディアでのタレント活動を行う。また毒舌混じりのトークコメントが人気となり、各テレビ局に冠番組を持つまでになりました。年収は5時に夢中、ほんまでっか TV、 マツコの知らない世界、月曜から夜更かし、アウトデラックス、夜の巷を徘徊する、マツコ会議、マツコ&有吉、かりそめ天国、テレビの出演が1回の出演について約40万円、 CM の出演が1本約4000万円と仮定すると年収が約6億以上に当たります。以前は10億貯めたら高齢の両親を老人ホームに入れてあげたいと答えていました。唯一無二の存在のマツコ・デラックスさん、代わりになるような人が見当たりません。まだまだマツコ・デラックスさんはご活躍しそうですね。